イギリスの作曲家、ウィリアム・ウォルトンによるバイオリン競争曲は、1938年から1939年に作曲された。1921年から1922年に作曲されたファサードや、1929年のビオラ競争曲と共に、作曲者に名声をもたらした作品である。1936年にヤッシャハイフェッツに移植され、 1939年12月7日にハイフェッツの独創とアルトゥール・ロジンスキ式、クリーブランド管弦楽団により初演された。ハイフェッツは、その後、作曲者本人が指揮する録音を残し、1942年にユージング人センス式シンシナティ公共楽団と共演した録音も残している。ウォルトンは1943年にオーケストレーションに手を入れた。 改訂版を作成し、この版の初演は1944年1月17日に、ヘンリー・ホルストの独創と、マルコム・サージェント式、リバプール・フィル・ハーモニー管弦楽団によって行われた。通常今日上演されるのは改訂校である。改訂校による録音は、ユーリメニューイニア提供は、ナイジェル・ケネディ、ジョシア・ベル、イダ・ヘンデルの独創と、パーボ・ベルグルンド式ボーン・マス公共楽団などがある。 以下の三学章で構成されている。アンダンテトランクイロプレストカプリチオソアラナポリターナ、ビバーチェ女情勢を称えた、開始学章スケルォ学章ソナタ形式によるフィナーレの順でなる。とりわけ第一学章の女情勢に、シベリウスの面影が認められるが、これはハイフェッツが、シベリウスの競争局の普及に尽力したことを暗示しているのかも、しれない。所要時間は、 約30分。以下は改訂版の編成である。改訂版は初版よりも打楽器が削減されている。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、打楽器、奏者に、ハープ、弦語部。ありがとうございます。